子、腹減った。なんかヘルシーな感じする、これで。よいしょ。あ、はい、どうもバチボス協会でございます。本日は中華麺2玉のサラダラーメンでございます。ラーメンサラダかな。まあ、あの北海道ではなんていうのかな、あのごまだれドレッシングみたいなんで、あのラーメンサラダっていうのがあるんですけども、私の場合はほんまにラーメンのスープみたいな感じで液中華でやっております。こ の, あのサラダチキンバジルとかなんですけど、まあ普通のやつの方がいいかもしれませんけども、まあ長いんでうちにはこれしかないんでこれでやりました。まあ、チャーシューとかでもいいと思います。というわけでいただきます。すだちがおそらく香ります。でよく混ぜてください。液中華薄めてると言っても、あの普通のラーメンに使う量ぐらいは入れてるんで、水の量少なめなんでね、まあ、よく混ぜてください。はい、混ぜてくる方が美味しい。今回もシンプルに液中華、ニンニク、シャンタンデラックスで、最後にちょっと今黒胡椒かけましたけど、まあお好みで、あの前にやった味噌、冷やし味噌ラーメンみたいにとか、あの味噌汁入れてみたりとか、あとはあのごま油とか、まあ、ポン酢でさっぱりさせてみるとか、その辺はお好みでやってください。というわけで食べます。うん、うまっ。これはうまい。うん、黒胡椒、すだちもね、いい感じです。理想はすだちですけど、なければあのポッカレモンとかでもいいと思います。めちゃくちゃうめえ。全然バジルのサラダチキンで大丈夫ですね、これ。一見ミスマッチじゃないですか。例えばこのサラダに白ネギもやしとかもか、でもベースがラーメンなんで違和感ねえ。うん、こんな簡単じゃないですか。こんな麺で、生麺で買ってきてるから、茹で時間1分ぐらいですし、もやしも1分、茹でるの1分ぐらいでいいじゃないですか。そんなグダングダに しないからね。で、タレもレンチン30秒ぐらいなんで完璧でしょ。5分でできますよ。うん、まあ一人前の場合は半分と言わず3分の2の量にしてください。で、今日はあの大さじ1と大さじ半に液中華したんで、ニンニクはお好みでいいと思います。うん、これめちゃくちゃうまいよ。これが仕事してるわ。まだグッとなってるもん。知らないうちに種は取り出しとこう。
氷。あ、でも全然濃くないし、うん、結構種入ってんな、はい、サラダチキンが本当最近ハマっててね、まあ、今夜の動画で言ってると思うんですけど、あれ昨日のマニアチャンネル見てもらった方分かると思うんですけど、まあうまい、うん、ぶっちゃけ冷やし中華でこっちの方が美味しいと思う、僕は好き、うん、まあ、あの酸味がね好きっていう人ももちろんいると思うんで、そういう方々は冷やし中華だろうと言うかもしれません、これはもう明らかにラーメンですので、野菜もいっぱい取れて、うん、いいじゃないですか。うん。野菜多いとね、噛みますね、ちゃんと、うん、美味しゅうございました。というわけで本日は簡単チョベリグラーメンサラダでございました。ごちそうさまでした。ぜひとも簡単ですね、駅中華買ってられる方はやってみてはいかがでしょうか。